トロンデラーグ、中部地域は、ノルウェー中部の地域である。北トロンデラーグ県と南トロンデラーグ県の2県から、なる。かつては、北モレとロムスダル、ビンダルを含み、今でも住民は、トロンデルスク方言に近い言語を話す。中部地域とムーレをロムスダル県を合わせて、中央ノルウェーと呼ぶ。トロンデラーグ出身者は、トランダーと呼ばれる。最大都市は、 ノルウェーの最初の首都だったトロンハイムである。中部地域は1804年に南北に分けられた。2016年に両県議会の投票が行われ、2018年に合併した。鉄器時代、中部地域は古きと呼ばれる小王国に分かれていた。古きは共通の法を持ち、議会がフロスト半島で開かれていた。ハーコン王時代、ラデノアールが 中部地域を治めていた。ラデはトロンハイム東部にあり、トロンハイムフィオルドに接している。アールは1030年までノルウェーの政治で重要な役割を果たし続けた。ラデのアールはであった。トロンハイムのニーダロス大聖堂1658年、中央ノルウェーはロスキレ条約によってスウェーデンに割上され、カール10世が統治した。1660年、 コッペンハーゲン条約によって、中央ノルウェーは、デンマークノルウェーに返還された。この2年間でスウェーデンは、中部地域で2000人の男を徴兵した。15歳以下の少年もスウェーデン軍に入れられ、ポーランドやブランデンブルクと戦った。カール10世は、中部地域住民がスウェーデンに反乱を起こすことを、恐れ、男の大部分を除去するのが安全策だと考えた。帰還できた男は1。 三だけで、スウェーデンのエストニア州に分割統治のために移住させられた者もいた。1718年秋、大北方戦争で、カール12世は、カールグスタフ・アームフェルト将軍に1万人の兵を率いて、中部地域に侵攻し、トロンハイムを奪うよう命じた。帰還時の補給線が乏しかったために、アルムフェルト将軍は、中部地域を破壊だけして帰ることになった。 カール12世がフレドリックスに南ノルウェーで殺害されると、アルムフェルト将軍はスウェーデンへの帰還を命じられた。彼は6000人の兵を率いて撤退したが、上と寒さによって何千人もの兵がノルウェーの山で亡くなり、何百人もが障害者になった。伝統的な中部地域の家。ありがとうございます。